北の離島、礼文島の海辺で高齢男女の遺体、近くには車椅子も。北海道北部の離島、礼文島の海辺で高齢の男女の遺体が見つかり、警察が身元の特定を急いでいます。男女の遺体が発見されたのは礼文町か深村の道道沿いの船揚げ場で、5月28日午後1時過ぎ、地元の漁師の男性から波打ち際に2人が倒れているという旨の通報が警察と消防に入りました。現場に駆けつけると、男性が仰向け、女性がうつ伏せの状態で倒れていて、その場で死亡が確認されました。男女は高齢で、目立った外傷はなく、服を着ていました。遺体の状況から、死後数日以内と見られています。発見現場近くには、車椅子が1台と、現金が入ったカバンがあり、北海道外に住んでいることを示す所持品がありました。身元や死因の特定を進めるとともに、事件と自殺の両面で捜査をしています。